皆さんこんにちは。 SASPL のデモですよ。じゃあちょっと今日の趣旨説明など ちょっと趣旨説明っていうか、なんで僕らがデモするのかって話をちょっとしたいと思います。一番初めは12月6日のことでした。もう特定秘密保護法が通るときに僕らは首相官邸前や国会前にいました。でそしてその通る瞬間を見てました。ちゃんとした議論がなされないまま、あの法案が通る、強行採決という形で通る、そういった中で民主主義は終わったっていう人もいました。テレビのニュースキャスターが今日民主主義が終わりましたと堂々宣言しました。この問題は僕たちは2つの点で反対しています。1つは自由の話です。もう1つは民主主義の話です。つまりこの法は自由と民主主義に反する法だと僕たちは主張しています。この法の問題点は、はい、に入る前にちょっとこのプロセスの問題について言いたいと思います。民主主義っていうのはどうやって共通のルールを決めるかという政府の独裁的に決められたら納得ができないからみんなで話し合って決める、自分たちの代表を選んで決める、その代表が話し合って決めるってことが大事なわけですよね。例えばこの特定秘密保護法で言えば8割以上の人が世論で反対しています。修正または廃案を求めています。で世論でこんなに反対しているのに自民党がまあ第一党なわけですよね。こういうことをしているとお前ら選挙に行けよとかわけわかんないことを言ってくる人がいます。でも選挙制度ってそんなに完全に僕たちの民意を反映できる制度ではありません。どこか限界があります。例えば小選挙区制度の問題があります。今与党が8党割れてますよね。で野党が8党割れてますよね。で例えば自民党が 20% 取って残りの 80% を 10% ずつ割って与党が出たとして自民党が圧倒的に勝つわけですよね、小選挙区制度の場合だと。つまり自民党には8割の人が入れてないけれど2割の人が入れたら選挙では勝つよ、多数派に見えるようにこの選挙システムではそうなってしまうというわけです。それでゴミがね。でまあそういった選挙制度 あの限界性の中で選挙だけじゃ自分たちの民意が反映できない。例えば選挙の時特定秘密保護ってみんな知ってました？そんな名前も知らなかったですよね。後出しじゃんけんのようにその自分たちが過半数を取ってしまったら何でもしていいわけじゃないんですよ。過半数取ったら何でもしてよかったら大変なことになってしまいますよね。というわけで選挙で決まった後でもおかしい時に僕たちおかしいって言っていいんですよ。選挙だけが僕たちの政治に関わる手段じゃないんですよ。このデモっていうのが僕たちの政治に関わる手段なんですよ。おかしい時におかしいって僕たち言っていいんですよ。そうでしょ。だから単純に選挙を否定してるわけじゃなくてそれを補うものとしてもデモがあるって僕たちは言いたいわけです。デモだけじゃないですよ。パブリックコメントでもツイッターのコメントでも僕たちの民意を表示させることができる。でも今日この日は俺らはデモっていうのを選択したわけです。それは何でかっていうとこの国ではあまりにも
政治のこと考えましょうとかね、勉強しましょうとか、みんな偉いねとか言うんですよ。だけど政治の主張をするとちょっと強いんじゃないとか言うわけですよ。これおかしくないですか。考えろって言っといて結論出したらなんかヤバくない君みたいな、そんなおかしな国って日本だけなんじゃないかと。でも案外言ってみたら言えちゃうんですよ。でもやってみようって言ったらこんだけの人が集まるんですよ。この本の背景にはもちろん日本版の NSC とか国家安全保障会議ってこれと同時に通ってます。また集団的自衛権、解釈会見の問題も憲法の問題としてこの法と関わってきます。これらは僕らは一連の動きとして見ています。このままではいけないと僕たちは思っています。そこで僕たちは声を上げることを決めました。今日この日にデモをすることを決めました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。で次は、反対する理由です。秘密保護法に反対する理由をざっくり三田留君からお願いします。大学の名前を大学、はい、明治学院大学の大野至と言います。お願いします。はい、僕らが主張していることはたくさんあるんですけど、今回は3つのことを主張しています。なんでこの法律が問題なのかっていうことをもうちょっとテクニカルに説明したいと思います。で、一つは秘密の範囲が無限に拡大するんじゃないかっていうことです。まずその理由2つ挙げられるんですけど、一つがその秘密の範囲指定が曖昧にいくらでも拡大解釈できるようになっているってことです。その他っていう文言だったりだとか、秘密にできないこと、何を秘密にしてはいけないかっていうことが一つ決められています。で、それが曖昧であること。で、もう一つは第三者機関、本当の意味の第三者機関っていうのがないんじゃないかっていうことです。一応内閣は第三者機関というものを設けました。設けたんですけど、それは全部内閣の中にあります。しかも特定秘密保護法を直接見ることができるのは一つの機関だけなんです。これが一つです。で、この結果僕たちの知る権利っていうのは侵害されるんじゃないか。知る権利が侵害された結果、国会の人も司法の人もそれをチェックできないから、三権分立、僕たちの自由や人権を守っている三権分立が崩壊してしまうんじゃないか。その結果自由や人権が侵されるんじゃないかということを一つ主張しています。はい。で、二つ目は、知る権利の話とすごい近いんですけど、自由な言論情緒が失われてしまうかもしれないということです。で、この法律は特定秘密を得た人だけじゃなくて、得ようとした人も取り調べを受けることがあるし、捕まるかもしれないっていうことがあります。で、それは法律の拡大解釈によっていくらでもできると思ってます。それが2つ目です。で、最後に、僕らの人権の部分ですね、プライバシーの侵害に当たるんじゃないかっていうことです。適正評価制度っていうのがあります。この人が本当に秘密を取り扱っていいかっていうことを、評価する制度ですね。で、その中にアルコールをどれだけ飲んでるかとか、精神疾患がどれだけあるかとか、家族の国籍がどうだとかっていうことを、国家に取り調べられます。で、それは断ることもできるんです。できるんだけど、断った時にどうなるか分かんない。解雇されるかもしれないし、言及されるかもしれないっていうことがあります。で、それは、僕たち学生これから就職するにあたって非常に関係することだと思います。公務員、非公務員関係ないです。特定秘密を取り扱う人が自動的に受けなきゃいけないことです。で、この以上3つのことから僕たちは反対しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエー。はい、じゃあとりあえず次にコールの練習の方に移りたいと思います。皆さんのお手元の方にパンフレットをお持ちでしょうか。パンフレット回ってますかね。パンフレット回ってなかったら速攻でちょっと回してほしいんですけど、パンフレットお願いします。パンフレットの裏表紙の方にコールが書いてあると思います。じゃあそれを練習します。基本的には、コールをちゃんとやるためには音に乗らないといけないので、まあ、後ろの人はあんまり聞こえないかもしれないんですけど、できる限りこのサウンドバーから出てる音とかを聞いて、それに乗る形でコールをお願いします。じゃあちょっとやってみます。音なんかかけられます？ゆうやくん音かけられます？ちょっとだけ、なんでもいいです。あ、いいや、あ、お願いします。ちょっと時間あれば。いや、もう本当に根拠立ててなんかおかしいとか言わなくてももう一目瞭然でおかしいことなんで、バンバン主張していきましょう。あとスタンスとしては今日は
うちわで反対とか言うんじゃなくて、渋谷ので遊んでる全ての人たちにこれはおかしいぞっていうことを伝えるためにやってるので、だから皆さんもサウンドカーの方だけじゃなくて沿道の方他の横の道のところを見てコールとかもやっちゃっていいと思います。そういう感じでお願いします。もうちょっと上げてください、いつも通り。じゃあいきますよ。それから、これもちょっと近いんですけど、主催者の指示に従ってください。沿道にいてちょっとスタッフとかっていう何か下げてる人がいたら、その人の指示に従うようにしてください。基本的に、それから抗議の内容と関係のない行動は基本的にやめてください。まあ同じです。で、それと関連して他人や、他団体の誹謗中傷は禁止です。やめてください。で、このデモは、特定の政治団体を応援するものではありません。それから、前列に若者が固まるように、並んでいます。そこはよろしくお願いします。で、写真に写りたくない人、写真が NG だっていう人は、なるべく後ろの方にしていってください。で、記者さんも、そこは後ろの方は撮らないでください。前の方を撮ってください。そこはお願いします。それからツイッターでどんどん、今デモ中ですとかっていうふうにつぶやいて拡散してください。お願いします。それからデモ中は、ビラを配らないでください。サスプルのビラ以外は配らないようにしてください。お願いします。それぐらいですかね。あとデモの趣旨とはあまりにも異なったプラカードっていうのは掲げないでください。で、最後なんですが、このデモっていうのは警察の方々 の協力があってこそ成り立っているデモなので、むやみにその警察に反抗したりとかしないで仲良くやっていくのでお願いします。はい、あと2点ほどあるのでお願いします。
はい、すいません、最後だけ注意点、なるべくこの隊列、隊列ありますよね、4列でお願いします。5とか6とか広がるとトラブルを招く可能性があるんで、絶対4列をキープしてくださいということで、なるべく前に詰めるような形でお願いしますということと、先ほど申し上げたんですけど、メディアの方々にちょっと注意があります。基本的に撮影はこの前側でお願いします。で、撮影はちょっと NG、 顔はちょっと出したくないっていう若者、まあ大人たちがいればなるべく後ろに行くような形で、で、この辺皆さんご協力お願いします。基本的に初めてに来る、初めてデモに来る学生が多いんで、ご理解を、ね、お願いいたします。はい、以上です。はい、わかりました。今は出た、今は出た、そこから、じゃあまず車だけ、あの、